イジー・ベセリーは、チェコプシーブラム出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーで、シングルス2勝、ダブルス2勝を挙げている。身長198センチメートル。左利き、バックハンドストロークは、両手打ち。自己最高ランキングは、シングルス35位、ダブルス94位。4歳でテニスを始める。ジュニア時代は2011年全豪オープンの、 ジュニアシングルスとジュニアダブルスで単腹優勝している。2013年全仏オープンで予選を勝ち上がり4、大大会に初出場した。1回戦でフィリップ・コールシュライバーに6から7、6から1、5から7、2から6で敗れた。2014年ウィンブルドンでは2回戦で、第24シードのガエル・モンフィスを7から6、6から3、6から7、6から7、 6から4で破り3回戦に進出した。3回戦で、ニック・キリオスに6から3、3から6、5から7、2から6で破れた。10月のクレムリンカップでは、フランキシェク・チェルマクと組んだダブルスで優勝し初の ATP タイトルを獲得した。2015年1月のハイネケンオープンでは、予選から勝ち上がって決勝に進出し、アドリアン・マナリノを63。 62で破り ATP ツアーシングルス初優勝を果たした。大会後のランキングで39位となり、トップ50入りを果たしている。2016年4月のモンテカルロマスターズでは2回戦で、世界ランク1位のノバク・ジョコビッチを6から4、2から6、6から4で破る、大金星を挙げた。ウィンブルドンでは2回戦で、世界ランク8位のドミニク・ティエムを破り、4回戦まで、 進出。四回戦で同胞の先輩とマーシュベルディハに敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2016年全米2回戦の不戦敗は、通算成績に含まない。ありがとうございます。